フレスコガイコン、主の復活。現在は、カーアリエ博物館となっている、ホーラ修道院の聖堂内にある。主ハリストスがアダムとエヴァの手を取り、地獄から引き上げる情景を描いたもの。旧約の時代の人々にまで遡って、復活の生命が主、神であるハリストスによって人類に与えられたという、ハリストスの地獄ぶりと呼ばれる、聖教会の伝承に基づいている。 ロシア帝国で発行された復活祭を祝う家族が描かれた絵はがき。左上には、ハリストス復活と、教会スラブ語で書かれている。ハリストス復活とは、正教会の復活大祭期間中の挨拶。日本正教会による訳語、イース・ハリストスの復活を、信徒同士で共に記憶する挨拶である。ハリストス復活と信徒の一方が挨拶すると、 信徒のもう一方が、実に復活、と答える。復活大祭の方針例では、主教、司祭と信徒の間で繰り返し用いられるとともに、復活祭期の間は、信徒の間でこの挨拶が用いられる。その場に参考している多くの外国人信徒のために、教会が所在する地域の言語以外の言語で、呼びかけ、応答が行われることもある。正教会のほか、 カカルケドン派東方方トリック教会会ののもも用いるまた少数の西方教会神徒も使うことがあるこうした挨拶、習慣を表す英語、パスカルグリーティングは、パス派の挨拶とも訳ューるが、日本正教会でこうした表記を用いることは、あまりない。復活祭の挨拶、テーブルの上に、ピラミッド型の歌詞、パス派とクリーチが描かれている。 ロシアなどに見られるハリストス復活。実に復活。と挨拶し合って、互いの方に接吻する習慣を描いたもの。男性の手にはイースターエッグが描かれている。並び順はギリシャ語、教会スラブ語を除き、五十音順。ありがとうございます。